餌代で今年間で1000数百万円かかる言いますね。餌代っていうのはそこを削るところではもうないんですよ。もうそこは十分にしないと健康的に生きることはできないので、やっぱりあの5キロぐらいの野菜の牧草であったりだとか、まあ、小松菜とかの段ボールが、まあ、1日に飼育員が切ってる量だけで言ってもやっぱり8箱ぐらいはあるので、まあ、総重量で言ったら、まあ、単純計算しても、まあ、それにプラスアルファでいろんなものを与えてますので、やっぱ80キロから100キロ近くの餌は与えてるんじゃないですかね。これですね、カルシウム剤の粉末状のものなんですけど、やっぱ爬虫類、特にリクガメとかイグアナとか、このお野菜を食べる草食性の生き物にとってすごくあの大事な、まあ、サプリメントみたいな感じでこう餌に振りかけてあるんですけど、体の甲羅とかね、骨を形成する上ですごく大事なあのサプリメントなんですよ。ちっちゃいお子さんがうちに来てくれていろいろ教えて飼育員さんって言ってくれるっていうのはいいことだなって思いますし、熱中して見てくれてるので、これもなんか将来有望だなというかこのまま行けばうちの飼育員やってくれるんじゃないのかみたいなのがどんどん年々増えていって、出会う機会も多くなっていってるので、それがなんかまあ楽しいというか、なんかすごくあの誇りしますよね、はい。爬虫類の餌を本当にあの支援いただいて、爬虫類が健康に生活でき繁殖していく施設を頑張っていきますので、皆さんの支援をよろしくお願いいたします。